はいこんにちはクロスさんですすいいつもごご視聴ありがとうございますちょっと久しぶりだいたい1か月ぐらい空いたのかな最近ね忙しくてちょっと動画投稿をサボっておりましたでその間1ヶ月ぐらいの間にねカメラが届いたりとかレンズが新しくね購入したものがあったりとか、まあ、そういうね新しいものが追加されたのでその辺りもねぼちぼち紹介していこうと思っているんですけどその前にね一つ面白い、ね、面白いというかねすごいね 良さそうなビデオライトがあったのでこちらを、ね、紹介しようと思っています。で今回ねこのウランジっていうメーカーのビデオライトを紹介していくんですけどこちらね送っていただいた商品となっています。送っていただいたと言ってもすごいね面白そうだったので引き受けたという形になっています。で、えー、とこのビデオライトの特徴の前に、えー、とおすすめな方をまずね紹介しようと思うんですけどこのビデオライトはね 40W っていう明るさがあるのでこれからビデオライトを使って動画撮影だったり写真撮影をしていこうっていうね入門者向けのビデオライトととととなななっっってていいいいまますす業務用かかね本気でやっていこうという方にはちょが、ね、足りないかなと思います実際ね今回使ってみた感じで言うと結構明るいので大体はね撮影にはいけると思うんですけど本当に本気でやろうと思うとね考慮足りないのかなっていう場面が出てくるかなと思います。 でえー、と自分の撮影環境で言うと 60W のビデオライトをメイトメンで使ってますそれ以上ねビデオライト欲しいっちゃ欲しいんですけど 60W あればまあまあ大体いけるかなと思ってますっていう感覚が 60W になっていますで今現状が 60W のビデオライトを使って自分に、ね、光を当てて背景はね、えー、と今午前中曇りの午前中の光が窓から入ってきてるっていう環境の状態撮影をしてます。 60 100%の照明は100こちらに入ってますで今回紹介するのは 40W のビデオライトなんですけど、まあ、入門者向けにはね本当にこの明るさあれば大体いけるんじゃないかっていうライトになってます。でよくあるえーと たまに紹介すするんですけど薄型のプレート状の、ね、ビデオライトあの辺りはだいたい 15W とか 20W のものが一般的なのかなと思うんですよ。もっと明るいものは明るいと思うんですけど安いもの同価格帯でいうとそっちよりは、ね、倍ぐらい明るいと思うので本当にねあっちのライトを買うんだったら、ね、このライト1個で明るさキープできるかなと思います。で、えー、とこのライトはこのねメイン照明として 使えるビデオライトなんですけどそういう光量が少ないものに関してはね背景に使うための背景ライトとしてね使うかなという、えー、とものになっていますで、えー、と入門者向けのビデオライトとしておすすめした理由がもう1個あってこのビデオライトなんですけど、えー、と電源ケーブルを、ね、刺さなくてもこれ内蔵でバッテリーが入ってますなのでこれね電源をオンにすると そのままま電気が点きますケーブルをね刺さなくても5時間この状態で持つらしいんですよね実際に試したわけではないんですけどだいたい5時間ぐらい持つらしいんですよねなのでこういうねビデオライトとして動画をね撮る以外にも例えばキャンプだったりとか夜のね何かバーベキューだったりとかそういうね本当に野外の照明として使うこともできますで、僕はね、ねよくこういういビデオライトを持って、ね キャンプ行く時はこういうビデオライトを持ってその何かで、ね、作業灯として使うこと多いんですけどそういうね使い方もできるのでまあこの動画の、ね、撮影・照明用途以外にも使う選択肢が出てくるようなビデオライトになってます特に、ね、このサイズ感ですねかなり小さいので4 6 0グラムとかだったのかなっていうサイズ感なので本当に取り回しがしやすいんですよね。で えっとおすすめ理由入門者向けおすすめ理由っていうわけではないんですけどこのビデオライトの背面ですねこれネジ穴がえっとライトスタンド用のものではなくてですね三脚用のネジ穴なんですよでこれねすごい使いやすいんですけど本来はビデオライトを使う場合ってライトスタンドを購入してそこから変換を使って付けるんですよ結構ねめんどくさいというか、まあ 購入すするるものが増えるんですよねこのビデオライトに関して言えば三脚にそのまま装着することができるので他のね機材を購入する必要がないのでその辺りもね本当にライトスタンドなしでビデオライトこれね1個買うだけでこんな感じでね固定できちゃうのでその辺りがね魅力になるのかなと思ってますはいこの辺りがね入門向けのビデオライトかなと思う理由になってます でえー、と機能としてですね、えー、と今お伝えした通り5時間内蔵バッテリーで駆動することができますで光量はね自動、えー、で光量は自分で調整することができて0%から最大100%まで、ね、調整することができて最大光量は 40W の明るさのビデオライトとなってますでこれねかなり眩しいんですけど、まあ、こんな感じでね 明るいライトになってます今現状ね 60W のビデオライトをこっちに当ててるんですけどそれでもねこれぐらいの明るさは確保できるので本当にね光量としては十分いけるかなと思いますでちなみにこれはバッテリーの駆動でこの明るさなので、えっと、電源コードを挿しても、ね、明るさ変わらないんですけど、まあ、そういうね使い方もできますで、えっと、色温度ケルビン数をね変更できるライトになっててですね 2500W の黄色い状態から 6500W まで行けます青白いところまで使えるんですけど、えっと、だいたい自分がよく使うのは 5500K とか 52005000K たりを使うかなと思います調整できるかできないかできなくても僕はいいんですけどただこれね小さいので背景ライトとして 2 5 0 0ルビの状態で後ろ側にねこんな感じで下に置いて背景ライトとして、ね、使うのもすごいおしゃれかなと思うので、まあ、いろんなね選択肢ができるビデオライトになってるのでその辺りもね使いやすいかなと思います今はね、えっと、普通の電球で背景ね光を当ててるんですけどそういうね使い方ができるようになりますで一応デメリットというわけではないんですけどこれはね 熱が出てくるのでこの中にファンが入ってますでそのファンでねこの本体を冷やしているんですけどそのファンの音がね若干聞こえます、えっと。今立ててるライトスタンドの距離で言えば全然手が届く範囲でもないし画面に入る距離ではないのでファンが回ってようが回ってなかろうがね聞こえないんですけどこのビデオライト自分のね手が届く距離であれば ファンのの音がしててるなっていうのは分かりますでこ,こまあさすがにね普段の撮影の距離に置けばファンの音気にならないんですけど入る音が入る音量ではないんですけど、まあ、若干ねファンの音がするかなっていうものになってます。はいまあ一応ねそんな感じでこのビデオライトの紹介となるんですけど、まあ、本当にね個人的にいろんな使い方ができるし なおかつ、ね、40W の明るさを持ちながらバッテリー内蔵ということでその辺りがねすごい魅力的だなと思って今回ね紹介しようと思いました本当にねがっつり撮りたいよって方は 40W 厳しい場面あると思うんですけど本当にね 40W 大体いけるんじゃないかなと思っているので是非ね興味がある方はね下の概要欄にリンク貼っておくのでそこからねまた見てみてください。はい、ということで今回ねビデオライトの紹介をさせていただきました。 で最初に、ね、お伝えした通り紹介できてないものがたくさんあるのでそのあたりをねまたおいおい紹介していこうと思いますので是非ねチャンネル登録されてない方がいれば是非登録をよろしくお願いします。でそれとね是非コメントお待ちしてます。コメントはね全数見ているしなおかつコメントねなるべく返すようにしているので是非ねコメントを残していってもらえるとすごい嬉しいです。はいということでね僕はこんな感じで終わろうと思います。では。